速読です。で、現実と向き合うところからのスタートです。The upcoming meeting will focus 一問一問、一時停止しながら。なるほど。皆さんこんにちは、みおりんです。今日はですね、以前からリクエストの多かったテーマである TOEIC 勉強法についてお話ししたいと思います。私自身大学時代に4回 TOEIC を受験していて、この後もまたね、受けたいなと思っているんですが、そういった経験をもとに TOEIC での高得点を取るための勉強法をお話ししたいと思います。具体的には700点を超えた点数を目指すような方に向けて勉強法をお伝えできればと思います。大学入試でもね、TOEIC とか英語のスコアを持っていたりすると、試験が一部免除されたりとか、大学に入って最初に TOEIC のスコアで英語のクラス分けがされることなどもあるので、やっぱり早くから慣れておいた方が有利なので、大学生や社会人の方はもちろん高校生の方にも参考にしてもらえればと思います。ということで TOEIC の勉強法なんですけど、私がやってきた勉強法を大きく分けるとステップが3つあるなと思ったので、このステップを先にお話しします。で、ちょっと簡単にこのステップをお話しした後に実際にどうやるのかってところをご説明していきたいと思います。まずこの3ステップなんですが、ステップ1は問題を解いてみるということです。いきなりでいいので、もうこういう公式問題集を一通り解いてみてください。時間を測ってね、リスニングが45分でリーディングが75分かなっていう時間もしっかり測って、実際の問題形式の問題を解いてみるというのが大切です。これをやるとですね、 TOEIC がどういう問題形式なのか、どんな大問構成でどんな問題が出るのかっていうのが分かります。で、もちろん自己採点をしてみて何点取れるかなというのをここで一度把握することができます。こういう問題集得のめちゃくちゃ大切で、私はとにかくこれを解きまくってたっていうのも結構あります。そしてステップ2は作戦会議をするということです。今のね、こういう問題を解いた結果をもとに、 TOEIC の問題ってパート1からパート7かな、問題がパートに分かれてあるんですが、そのパートごとに現在の実力っていうのを把握していきます。要はこれは自己分析みたいなことなんですが、受験系の動画でもよく言ってるんですが、何か試験を受けるときに己を知る、自分を知るってことはすごく大切なんですね。だから今の実力をしっかり知るっていうのを重視してください。で、パートごとの自分の点数、実力が分かったら目標点を決めます。そして目標点を決めたら、その目標点を達成できるための勉強計画を立てていきます。そしてステップ3は勉強するということです。TOEIC の勉強の対策を始めていくんですが、私はね、今思うと3つの力を伸ばすことを意識していたなと思います。まず1つ目はボキャブラリーです。やっぱり単語がわからないとどうにもならないんですよね、リスニングでもリーディングでもどちらでも。なので受験英語でも一緒ですが、1冊英単語帳を決めて、それを愚直に最後までやりきるっていうのが大切だと。そして2つ目は文法です。英単語と合わせて重要になってきます。で、これはね、インプットだけじゃなくてアウトプット、問題を解く練習もたくさんしておくのがおすすめです。そして3つ目が速読です。 TOEIC ってかなり時間が限られていて、本当に時間との戦いになります。なので早く読めるようになるってことがすごく重要なんですね。たくさん読む多読っていうものも役に立ちます。で、勉強全体なんですが、音読をしたりとか、たくさんの問題に当たったりすることっていうのがすごく重要だと思います。ということで、基本の3ステップっていうのが、問題を解いてみる、作戦会議をする、勉強するだったんですが、そうは言ってもこれをね、自力で完璧にできる場合はいいんですが、具体的にどう勉強していいかわからないとか、あとつい自分に甘くなってサボってしまうとか、勉強しててもわからないところを質問できる相手がいないみたいなお悩み持っている方って結構多いんじゃないかなと思います。なので今回は TOEIC のスコアアップを目指す方にぴったりの桐原オンラインアカデミーというサービスがあるので、そちらをご紹介したいと思います。で、これがさっき言った3ステップ、私がやってきた3ステップをまさに実践できるカリキュラムになってます。普通独学に自信がない人も高得点を目指すことができるような内容なので、ちょっとご紹介しますね。桐原オンラインアカデミーというのは、英語とか国語の教科書や参考書でおなじみの桐原書店さんが作っているマンツーマン指導サービスなんですよ。桐原書店さんという、私がね、何度かご紹介しているこの英文法の問題集とかを作っていらっしゃる会社なんですが、あと英単語帳のデータベースとかも桐原書店さんの参考書ですね。で、このサービスはオンライン完結なので、自宅で勉強ができます。で、コーチングとティーチングを組み合わせた内容になっていて、勉強の仕方とか進捗みたいなところと、あと分からないところを教えてもらえるっていうのが両方とも組み合わされたサービスになってます。で、コースがいくつかあって、 TOEIC の500点突破コース、 TOEIC の730点突破コースっていうのがあるんですが、今回はこの TOEIC 730点コースというのを実際に受講させていただけることになったので、ちょっとやってみたいと思ってます。なので実際に受講しながら、さっきの3ステップを実践していって、こういう風にやりますよというのをちょっとね、ご参考にしていただければと思います。ということで、まずステップ1の問題を解いているところです。久しぶりに TOEIC の形式の問題を解いたので、ちょっとやばい、リスニング解けないとかって
なってたんですが、まずは問題を解いてみて現実と向き合うところからのスタートです。そしてステップ2は作戦会議です。公式問題集の解いた結果を自己採点して、そして自己分析表というのを記入しています。私こういうの自分でもねノートに結構書いていたんですが、桐原オンラインアカデミーさんではこういうワークシートを事前にいただけるので、この表に沿って書くことができます。今回はねリスニングにかなり課題があったので、ちょっと勉強しなきゃなと思っているところです。そしてステップ3は勉強するということなんですが、あの桐原オンラインアカデミーの TOEIC 730点突破コースではこの3冊の参考書が無償で送られてきます。この単語帳とそれから文法書、あとはこの書き込みドリルというものがついてきます。で今そのテキストを解いている様子です。宿題が出るのでしっかりメリハリをつけて勉強することができます。そして宿題をやったら講義があります。こんにちは、桐原オンラインアカデミーの講師あかねと申します。今日はよろしくお願いします。お願いいたします。あのこちらの桐原オンラインアカデミーの TOEIC コースは全部で8回の構成になってまして、8回を通してですねリスニング、そしてリーディング、取りこぼしのないようにすべてのパートで上げていただけるようにですね頑張っていただければと思います。お願いします。公式問題集の方のテスト1を一通りちょっと回答して、今の現状というのを自己分析してみましょうということなんですけども、はい、どんな感じでしたか？いや久しぶりに解いたのでだいぶ感覚が鈍ってしまっている感じで、特にリスニングが思っている以上に取れなくて、ちょっとこれは練習しないとまずいなと思いました。テスト1で何かご質問とかはありませんか？特にパート1の写真の問題がいつも楽勝だと思ってたら、だいぶ自信があっても間違いまくってしまって半分ぐらい間違えてしまってしまったんですけど、ちょっと細かいところで聞き取ってなかったみたいなところがあるのかなと思っていて、何かちょっとこういうところに気をつけた方がいいみたいのがもしあれば伺いたいです。そうですね、パート1の写真描写についてはですね、時たまトリッキーなものって結構あります、うん、例えば6番、ちょっとこれ音声を聞いてみましょうかね。D のですね、これが写真描写でよくあるんですけれども、はい、Some tents have been set up in a park とあるんですけれども、物に対する描写で、現在完了形と受動態のセットですね、はい。動きがない、こういった状態ですっていうのが、4択のうちにこうやって1個入ってる問題ってやっぱあるんですよね。それに慣れていただくと、語を除外せずに可能性として残すことができるんじゃないかなと思います。すごく勉強になりますね。こちらの書き込みドリルの方ですね、全体解いてみてステーションの部分で耳では聞き取れて理解ができているんですけど、書いてる間に忘れちゃったりとか、うんうん、書いてる間に次の問題が読み上げられてしまって書ききれなくなっちゃうとかっていうことがこうあって、自分自身もディクテーションをしてるんですが、はい、もう一問一問一時停止しながらしてます。なるほど。はい、データベースの方ですね。じゃあ最初はですね、一つ英単語を出しますので、日本語訳をお願いします。Confirm、うん、確認する。そうです。その通りですね。確認するということで、はい、申し込みだとか注文とか、そういったものの確認で、うん、Confirm という動詞は出てきますね。またですね、フリースピードリーディングっていうサイトがあるんですね。でこちらのフリーリーディングスピードテストっていうのがインターネットでパッと検索して見れるんですけれども、読解を上げていくための練習に使える教材で、音読スピードを機械が測ってくれます。残り時間少し音読しながら、正しい選択肢を選んでいただいてよろしいですか？ The upcoming meeting will focus mainly on sales strategies. そうですね。ここは mainly という副詞が入ってきますね。この理由は大丈夫そうですか？なぜ副詞が来るか。確かに、なんでって言われると説明難しいです。動詞の後だからと言えばいいの。あ、そうです、そうです。動詞の後に来ているので、うん、mainly という副詞になります。で今回の課題としては書き込みドリル50から65までをしっかり来ていただけたらと思います。自己学習も多いですけれども、うん、頑張っていただいて一緒に高得点を目指していきましょう。ありがとうございました。ありがとうございます。
な感じで先生にマンツーマンで教えていただきます。マンツーマンのサービスいろいろあると思うんですが、桐原オンラインアカデミーっていうのは日本人の講師の方なので、例えば外国人講師の方だとちょっと質問がまず英語で話せないっていう場合もあると思うんですが、それは日本語で全部質問ができるので、コミュニケーションがとてもスムーズというか、まだ英語力に不安があるっていう方もすごく安心できると思います。この講義はですね、 Day 1 から Day 8 まであって、で今回はこの Day 1 を受講させていただいたんですが、実際には2ヶ月かけてスコアアップを目指していく形になります。そうやってみて思ったのが、 TOEIC って勉強法がわからないって方も結構いると思うんですが、そういう意味ではもうしっかりカリキュラムになっていて、しかも教材も無償で届いて、わからないところは日本語で質問ができて、勉強の進め方もアドバイスしてもらえるっていうので、かなりこう至れり尽くせりのパッケージだなと思いました。まだ TOEIC の勉強慣れてないよとか、ちょっと今の実力より高い点数を狙いたいよっていう人にはぜひね、試してもらうといいんじゃないかなって思いました。ということで、 TOEIC の勉強法でした。もう一度ステップをまとめると、まずは問題を解いてみる、そして作戦会議をして勉強をするという3つのステップでした。で、このステップにかなり近い勉強ができるのが桐原オンラインアカデミーさんというサービスなんですが、まとめるとこんな人におすすめだなっていうのが、 TOEIC で高得点、今回730点以上ですねを目指したい人、あとは自宅で勉強したい人、そして短期集中で実力を上げたい人、2ヶ月間という短い期間で上げたい人、あと TOEIC のスコアを上げたいけど何から勉強したらいいかわからない人はぜひおすすめです。それから高額なサービスに抵抗がある人にもおすすめです。こうね、こういう個別指導って高いところは高いんですけど、この桐原オンラインアカデミーのコースは税込みで3万3000円とかなりリーズナブル、教材費、この3冊の教材も入ってこの価格なので、かなりリーズナブルだなと思いました。あとこういうワークシートとかも使い放題なので、自分でねノートを作る必要もないですし、かなりサポートが手厚いんじゃないかなと思いました。公式サイトの URL 概要欄などに貼っておきますので、ぜひ見てみてください。ということで、春はね、新しいことに挑戦したいという方も多いと思いますし、私もねちょっと英語の勉強を再開したいなと思っているので、ちょうどねちょっと今回勉強ができてすごく良かったです。これからも楽しく一緒に勉強できたら嬉しいです。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。